はいどうも、ドクター倉木さんでございます。えー、今日はね、学習必勝講座2022の特別編と題しまして、特別編が多いな、どうもな。うん、いや、予定にねえもんがどんどん組み込まれるもんだからさ。はい。で、えっ、ー、と、今日のコーナーはなんとすごいですよ。ね。なんとすごいですよって変だな。すごいですよ。なんとね、えー、去年、俺の添削で、えー、通った、あ、とある方がね、えー、表示されちゃってますけどね、えー、とある方があ、ゲストに来てくれるという。 で、その、俺の添削のね、まあ、功能後、今年学習に応募する皆さんへのメッセージを送ってくださるそうです。それでは、入室していただきます。はい、えっと、今、来てくださった、こちらの方がですね、あの、去年、学習の PD に応募して、今年から PD 採用となった、もう野田さんでいいよね、あの、呼び名ね。 ど,どうしまうって野田さんって呼ばれたことありますかえ、いや、俺いつも呼び捨ててるからわかんで。まあ、そうですね。いつも野田って呼んでるじゃん。そうですね。まあ、まあ、あの、多分あの、<laughs> 放送中は野田になると思うんで。はい、<laughs> はい。じゃあ、あの、本日はお越しいただきありがとうございます。どうも。い,いえ、お呼びいただきありがとうございます。いやいや あの、ということで、まあ、あの、渡した通りの、あの、台本通りに、まあ、台本があるんだよね。台本通りに、まあ、あの、えー、進めていくわけだけども、まあ、ちょっとじゃあ、あの、私のチャンネルのお視聴者の皆様に、ちょっと軽く自己紹介お願いします。はい、えっと、今、ご紹介授かりました、野田夏美と申します。で、え、何、あ何、紹介するか、お台本なかったですよね。えっと、いやいやそれはないけどさ、普通の、あの、<laughs> 普通の自己紹介でいいですよ。えっと、今、 ボスドク1年目です。で、えっ、ー、と、学習 PD1 年目っていうのはさっき出てきたな。えー、っとですね。今何を、まあじゃあ研究をしているわけですが、何をやっているかというと、まず去年までは、えっ、ー、と、東大で、えー、と惑星科学、昔の火星の研究をしていました。で、今は何をやっているかというと、今は東高大の、えっ、ー、と、地球生命研究所というところで、 合成生物学の研究室に入って、まだ本格的には実験始めてないんですけども、人工、分子を人工的に進化させる実験をやろうとしています。で、でも、がとんと学生まではずっと、んなんかその昔の火星にあった水がどんな水かっていうのを調べるために、めっちゃ石を煮込んでました。はい、石煮込んでて、 で今、まあ、どんな科学的な性質、水質になるかとかって調べる実験とか、あとは水、地下水の、どう、どういう気候でどう流れるかみたいな、そう昔のじゃあ湖は再現できるのかみたいな、えっと、シミュレーションとかもやってて、まあその、うんと、博士課程まででやってたことと、その今やろうとしてることが全然違うっていうのは、まあかなりレアケースだと思うのですが、 まあそれをうまく、まあそのポストドークのその申請書に落とし込んで、ちゃんとそれが一本のストーリーなんですよっていうのをうまく伝えれたのが、まあその、 革新 PD ありがたく採用いただけたゆえなのかなと思っているので、またそのあたりは多分この後出てくるかなと思うので、まあちょっとそんな感じで自己紹介と止めたいと思います。<い>で、えっと。なんかだいぶ、だいぶ続きの内容、この先の内容のあの走りが聞こえた気がするけど、まあいいや。で、まああの、今、じゃあそのね、火星とかのその惑星をやってる方で、じゃああの、クラゲさんとどういう関わりがあるのかって、まあ視聴者の皆さんも思ってると思いますけど、まあ最初は生物学オリンピックだよね。 はい、そうですね。クラゲさんとの、クラゲさんというか、私結構最初、クラゲ先輩ってずっとクラゲ先輩、クラゲ先輩って、高校生の時から呼んでました。高校生の時から、えっと、すごくお世話になってる先輩です。えっと、そう、私がそこ、えっと、生物オリンピック出た時の、えっと、めっちゃ応援してくれた人です。まあ、あの、非公式応援団長という YouTube でも言ってるけど、あの、会ってないような役職についてるのでね。うんまあ、そういったそうない役職を作り上げてる、 人って高校生の時に思ってました。うん 実、実は、あの、そんなに、あの、大した役職ではないと、後で気づくかもしれないけどね。<laughs> <laughs> まあ、そんな感じで、生物学オリンピックで、まあ、あの、ね、後輩として、で、まあ、まあ、俺はもう大学生になっててね。あと運営側でもないんだけど、まあ、そっち側にいた時に選手として、野田がね、出てくれたっていう感じで、だから結構ね、あの、付き合い長いんですよ、れね。で、その後、まあ、例えば、YouTube でも言った10分で伝えます、東大研究最前線も、ね、この野田が、あの、 運営してててててた時に俺俺がが声かけももらららっっ入るっていうなんか逆パターンをやそうですね。確かに。いや、そうなんですよ。私なんかもっと早くくらげさんに呼べばよかったって何回思ったことかって感じなんですけど、いや、なんかあんまりそのクラさんか、その東,東大にいるイメージがもはやなさすぎて、なんか、いや、私にでもよく考えたら、高校生の時にその入試の下見を、そのクラ先輩に案内してもらって、多分理にはここだよみたいな、リにののだったらここら辺だよ、みたいなのを教わってるのにもかか、教わってたのにもかかわらず、あと多分、 高校生の時に、私、お知見見に行ってるんですよ、多分、コ和ワーサイでやった時の。ね、にもかかわらず、はい、その、つくばで研究してるイメージがありすぎて、その、あの、私が、あと10分の東、東大研究最前線喋るようになって、こう、人をどんどん呼ぼうになってから、結構2、2年ぐらい経ってから、そういえば、そういえば、これ先輩東大やんけってなったっていう、もっと早く聞いて、<laughs> うね、もう何回か聞いてもらえばかと。つくば、つくばの国立科学物館は東大っていうイメージないからね。<laughs> はい。 <あ><あ>あそうか、東大大石,大石してたのか、となって。そうそうそう。まあそんな感じで、私が博士課程3年の時に誘ってもらって、そこからでもまあ3回講演できて、で、それで俺は沖縄行って、で、その時にあ,あんたのね、申請書とかを添削させてもらって、まあめでたくあなたはここに通り、まあ私もね、めでたくこっち来たっていう感じで、まあこういう収録っていうことにさせてもらったっていうね。うん 多分3年目の沖縄だったら、ちょっと、あの、忙しかったというか、そろそろ尻に火がついてて、こんな場合でもなかったと思うから、まあ、お互いに運が良かったっていう感じかな。うん、えー、でもなんか授業を持ってる方がずっと忙しそうですけどね。まあ、まあさっきまで、1時間前まで授業やってたからね。<笑><笑>ねまあまあまあ、そんなのはいいこと。だから大学内で収録するなって思われるかもしれないけど、ちょっとあの、今日ここしか時間がないのと、今日は土曜日なんでちょっと許していただきたいという、そういう話です。はい。<laughs> じゃあ、まあ、あの、視聴者の皆さんに、あの、時間を取らせてしまってもしょうがないので、まあ、あなたが、あの、学賃 PD に、えっ、ー、と、応募した、まあ、あらましっていうのかな今のところに、その、ね、ちょっと全然違う分野、一回生物から離れてたじゃないですか。であなたが、学賃 PD のこの分野に、えー、まあ、応募した、まあ、あらましというか、経緯というかね、その辺を、ちょっとまず視聴者の皆様に聞かせていただきたいという感じ。そうですね。なんか、私、ずっと、ま、生物オリンピックに出てって、でその時に、 まあ、そこから話すかって感じですけど、まあ、せっかくなんでそこから話しましょう。その、まあ、つなご、もともとその接点がね、セルフオリンピックだって話がさっき出てきたってことですし。いくらでも喋っていいよ。はい、行ったら、まあ、あとで適当にね、こう、省略してください。あの、周りが、生き物好きがすごい多かったんですよ。まあ クラゲ先輩もそうですけど、まあ、例えば、虫飛んでるの見たらあれ何とかわかるとか、苔見たら何ってわかるみたいな。で、私は、なんかその生物の、なんかその仕組みが、なんかいろんな生物が、なんか一つの、まあ、例えば遺伝子とかその、進化とかっていうのの、一つの仕組みで成り立ってるのが、なんかすごく、その物理が例えば一つの公式でいろんな現象を説明できるみたいな面白さがあるなって思ってたんですけど、なんか、 なので、なんかちょっと私が生き物好きのなんかみんなとはちょっと違うぞっていうのを思ってたんですね。で、あじゃあ私が研究したいのはもしかして生物じゃないのかもしれない。 実は、その生命の起源、成り立ちなんじゃないかなって気づいてきたのが高校生の頃で、で、そういう学科って実はあんまりその生物の学科に、あんま当時あんまりなくて、で、どうやらその生命の起源とかを扱っているのは惑星科学らしいというのを気づいて、私は惑星科学に行ったんですね。しかも、ちょうどその頃、その NASA の探査とか、火星探査っていうのが、まあ、割とその生命の痕跡とか生命の が誕生するための条件になる、あの水とか有機物があるかどうかを探しに行くぞっていうことが、まあ、もう SF と一見思えそうなものがサイエンスとしてやっているっていうことも知って、で、惑星科学やってみようと思ったんですけど、ど心のどっかというか、もうなんかアイデンティティみたいな感じのは、ずっと私はその生命の起源とか、生命がなんでその地球では誕生したのかをやりたいぞっていうのがずっとありました。 で、なので、なんかずっと学位は地学で取るけど、ポスドクは生物っぽいことに戻ってきてやりたいなっていうのをずっと思ったんですね。ただ、まあ、それって結構チャレンジングなんですよ。大体のポスドクの公募って、まあ、なんかこういう経験がある人、こういう分析をしたことがある人、こういう分野で業績を上げた人なんて公募が多いんですけど、もうなので、学習 PD しか正直私は、 打つ手がないっていう状態でした。なんかその自分で、革新 PD って、まあもう、これ見てるような方はご存知だと思いますけど、まあその自分で自分の生活費と研究費を持ち込んで入れてくださいっていうものなので、うん、まあその断りようがないというか、まあある意味その分野で,で素人だとしても、まあ受け入れてもらいやすいなというのがあって、もうとにかく革新 PD 頑張ろうっていうふうになりました。ただ、 正直、業績全然なくて、なんか、やっぱりポスドクは、それこそその学位を取って何年目、博論の内容が論文としてすでに何本も出版されてます、みたいな人と同じステージで戦おうと思ったら、厳しい戦いだろうなって、思った思って、でも、ま、ダメ元で、もう、ま、一回書いて、また来年とかって、さ、あの、再挑戦、全然してもいい、しょうがないよなっていうつもりで、 申請書の様式が発表されたのを見てみたら、あれこれもしかして、業績重視じゃなくなっているかもしれないぞ。勝ち目あるかもしれないぞってなって、まあその分野変えたいっていう背景もあって、もう私が、もう私はこの分野、なんかその業績の数重視、数だけで決めるっていう風ではなくなりましたって、しかもその変えた理由の文章も出てて、これはそのチャンスを狙うしかないっていう風で、 頑なんかまあそこは結構、そこが割と今回の対談にもな対談するってことにもなったきっかけの部分かなと思うんですけど、うん、まあそれがど,どれだけに評価されたかっていうのは正直その取っちゃうと点数学とか返ってこないのでわかんないんですけど、なんかそこはでも私としてはその研究結果でやりたいことと、それから自分の,そのオリジナリティとかっていうのをすごくうまく組み合わせてかけたので、 なんかそれは頑張れたなっていう感じで。まあそ、そこをなんかその、後半部分をめちゃくちゃ頑張ろうって思ったゆえんは本当にそういう、そういう経緯ですっていう感じです。ありがとう。 あの、もうね、あなた一人でね、多分あの、一個動画作れるよ。うん、あの、俺の愛知すらも入れ、入れ、入れなくても大丈夫だったから今、今、うん。結構喋ると、あの、あなた、あの、一気に喋りきるタイプだよね。そうですね。うん、うん。まあまあまあ。でもね、本当に視聴者の皆さん、今すげえ大事な内容が二つも三つも四つも隠れてて、まずあの、ね、あなたが言った通りさ、学信ってさ、あの、今までのその他の募集とかに比べて、あの、今までのテーマと違うことが出して、 出せるのに寛容というか逆に今までのテーマからある程度話したことが評価されるようなものじゃない。うん、うん、それすごく今回、まず一つ目が大きく聞いたよね。はい、そう思いますね。やっぱ、なんかその、うーん、いかに延長でないかっていうのが、例えばその研究室を変えろ、あの、所属期間か、所属期間を変えろっていうのは、絶対そういう意図じゃないですか。うん、いや、なんか私、その募集要項とかをちゃんと読むのがすごい好きなんですよ。 なななかなかいいいいけどすごいよえらいよ <laughs> らそこにそのこういう人を取りたいみたいな意図がかい見えるわけじゃないですかだって。うんうん、で<や>その研究機関を変えろっていうところにはちゃんとあの新たな環境に身を置いてその要は視野を広げろと書いてあるだったらこんなに私はをこの研究結果をやったら視野を広げれるんですよって。 書いたら絶対評価されるやんけ。みたいな答えが書いてあるようなもんじゃないですか。やっぱり。 あの、よ、よくね、洞察してますよ。あなたが必勝講座やった方がいいぐらいの、あの、洞察をしっかりしてたんですよ。お、俺がぶっちゃけ必勝講座ここまで去年2021の時洞察してなかったからね。あの絶対にあのそ、その、この、この方を去年から呼ぶべきだったと俺は思ったぐらいなんですが、ただ、あの、それ、それでいてすごいのが、あの、ちゃんと高校生の頃の生物のその,そのバックグラウンドに、あの、ちゃんとかすらせるように戻ってきてんだよね。うん、<laughs> あ、そうですね。全く違うとも、その、言わずに、その、そこからも張った 発展するるよううに戻ってきてるってててきいうそれがね後半のあので2つの項目目指す研究者像とその遂行能力の自己分析にもちゃんとつながってるんだよね。うんまあ、なんかそうですねそういう話をしてっちゃうとなんかもしかしたら見てる人によってはなんかそんなになんかそのうまくストーリーできないよとかってもしかしたら思う方もいるかもしれないなってなってちょっと気になってて。うん、まあ、ただでも絶対なんかその なんか人生、こういうことがあったから、なんかこういう選択をしたっていうのを積み重ねだから、なんか絶対絶対、なんかそう、そういうストーリーって、なんか私みたいな、そう生物やってたところに戻ってきたみたいな、わかりやすい風じゃなくても、まあなんかしらその今この研究を今後やりたいと思ってるって思った背景には絶対遡った何かあるはずだから、なんかそういうのってなんか考えたら絶対何でも書けるんだろうなっていうのはすごい思ってます。 いや、あの、俺自身が勉強になる考え方でね、本当にね、こ、この考え方をもとに、あの、必勝講座をやった方が良かったんじゃないかとも思うぐらいで、まあ、じゃあ、ちょっとあの、まあ、ある程度話にも出てきてるから、まあ、特に、あの、あなたの場合、その、業績、まあ、特にあの、分野も少し変えたから、業績勝負というよりは、まあ、今、学習も未来志向になってね、業績勝負ではなかったけど、その、やっぱり書き方勝負というか、その、内容勝負に、 手したっていう感じで合格を勝ち取ったんだろうけど、まずじゃあ、あの、その、研究、まあ、前半からいこうかその、自分の研究の、その、ま、まあ、全く、全く新しいっていうのかなその、今までやってたことと違うっていう前半の方は、どういう感じで組み立てていったのかなまあ、あの、ちょっとばっさりとした質問で申し訳ないけど。そうですね、なんか、えっと、あ、 なんか、ちょっと話若干するかもしれないんですけど、なんかでも思ったのが、なんかその新しく様式変わって、うん、で、あの、すごく自由度が増えたじゃないですか。その今まで、うん、あの例えばレンジ計画とか、そのこれあの細かく欄が分かれてたのが、うん、今日に1になったじゃないですか。はい、で、なんか最近、ちょっと昨日とか先週とかに、の他の方が書いた申請書をちょっと見る機会が、うん、どうなったの暇なものにしますね。<laughs> いい、いい、大丈夫だ。 そう、えっとその、他の方の申請書を見る機会があって、うん、ちょっと気づいたのが、うん、なんかその、何を聞かれてるのかが、かえって読み取りづらくなってるのかなっていうのを思いました。今まではその項目が指定されたから、それに答える、その、言われたことを書くっていうので、ある程度その、必要な要素を満たせてたけど、例えば年次計画を書けて、どこにも書いてないけど、 絶対書いた方がいいじゃないですか。とか。が、分からなくなってるなっていうのをすごい実感したんですね。そうね,うん、そうね。自由度上がるってことは、あの、下手した、下手こいたら逆にあの、画解する可能性も高くなってるからね。は <laughs> い、うん。だから、なんかそういう意味で、まずなんかその思ったのは過去の申請書が全く参考にならないかというと、うん、特にその研究計画の部分に関しては書き方は絶対に参考した方に、参考にした方がいいと思いました。 そうね、過去、まあまあ、野田は、あの、DC の時がその過去の形式だったわけじゃない。で、ね、私は、あの、DC も PD も、まあ PD、その過去の形式の、おなんだ。 えっと、私の後ぐらいまで過去の形式だったんだけど、過去の形式にはね、えーまあ、視聴者の皆様の、あの、あ新しく見た方はわかんないかもしれないけど、年次計画とか過去の研究例とかもっともっと細かく、その、それが指定されてたのよ。で、うん、まあそれが、あの、砲丸、いろんなところに包含されたっていうのは、私の、あの、必勝講座、あの、あの、ザッピング版見てもらえればわかるんだけど、長くてね、申し訳ないけど、そういう感じで、やっぱり、型というか形式っていうのはあるのよね。うん。 だから結局ね、ねあの、うん、それを知ってる先輩がいるかいないかで、ちょっと変わってきてしまうっていう、ノウハウ勝負になってるのが、ちょっと嫌なところでもあり、あの、ね、大事なところでもある。だから俺の必勝講座も大事になるかなって思ってる、ねはい、はい、そう思っています。で、ただ私が、本当になんか意識したところは、うん、えっと、そう、位置づけとか、その、計画とかって、結局、そう、だから、位置づけって、 何とかって多分最初書き始めると思うと思うんですよ。うん、いや、計画って3年間言われても,も、こんな、この先2年3年のこと、来年のこともそれは何やってるか分かんないのに、みたいな、思うと思うんですよ。うん、けど、多分私が多分意識したのは、多分審査員になった気持ちで考えると、まずそのなんかその審査員が何を疑うかっていうと、その、要はその3年とかで、しかも一人でやれる研究って、むちゃくちゃもう、もう、 人類にとっての一歩みたいな。うん、だけど、それが、どういう、なんか、ビッグクエスチョンにつながるのか。というか、そのビッグクエスチョンの中の、あなたがやりたいといきたいと思ってるミドルクエスチョンの中の、この一歩なんですよ。ちゃんとこの一歩になってるんですよ。っていうことが、なんか、伝わること。まあ、つまり審査員が何を疑うかというと、そのスモールクエスあなたがこの3年間でやろうとしてる、解こうとしてるスモールクエスチョンは、 その本当に、そのミドルクエスチョンだったり、その、あっち、たかってと、なんて言ったらいいんだろう。ミドルクエスチョンでだった伝わりますかねなんかまあ、まあ、だいたい伝わるし、伝わんなかったら下、中中下補足しとくから大丈夫。<laughs> あの、うんまあ大問題、中問題みたいな、その、まあ、私の場合は、例えば大問題っていうのは、あの、生命を育む環境ってどういう条件ですかハビタブルってどういう条件ですか っていうビッグクエスチョンで、そんなん一生が経っても無理、多分みたいなのがあるけど、その中でも、こういうミドルクエスチョンなら、見込みがあって、サイエンスとして見込みがあって、で、その中のスモールクエスチョン、本当にそのスモールクエスチョンに繋がってるのっていうのが、多分聞きたいこと、位置づけなんじゃないかなっていうことで、 で、そんな、じゃそのスモールクエスチョンが、そんなにそのビッグクエスチョンしながら大事な問題なんだったら、なんでそれ2、3年で解けるのなんで他の人解いてないのなんであなたなら解けるのっていうのが、その後半で聞きたいことなんだろうなって思って、そこを納得してもらえるように書くこと。 を意識したっていうのが一つ目。で、あと二つ目は、まあそれと関連してるんですけど、出す、あの、小分野あるじゃないですか。あるある。その小分野の該当してる誰が読んでも、まあその、確かにそのスモールクエスチョンはビッグクエスチョンにつながるね。そのスモール,スモールクエスチョン3年であなたなら解けそうだねって納得してもらえるように、まあその用語の説明の仕方とかを選ぶこと。の二つ。 だと思います。そうね。俺もあのだから生物学者ではあるけど宇宙生物とは全く違う分野やってだからこのぐらいの人間がだからあの読んだのはある意味あの思いっきりありだったのかもわかんないねあんたの申請書をね。だからはいあの、うん、あえてなので分野を外れた人に私は見てもらいました。あの生物代表生物側代表で。 プラゲ先輩に見てもらったのと、あともっとその地球科学寄りの人が読むかもしれない。私地球生命科学っていう分野に出したんですね。うん、だからその惑星科学をやってる生命のこと、生物のこと高校以来習ってないですっていう友達にも見てコメントをもらいました。 なかなかいい、いい計算してたじゃない。だから、あの、俺は本当に、あの、ただ、あの、申請書を見た限りで見たまま外野からやったけど、応募者はこういう計算してると強いっていうのは、やっぱりもう完全にあなたの例だよね。それは、もはやもうそうですね。め,<あ>めちゃくちゃ計算して、うん、あの、見てもらうなお願いしてました。なんかその何人に見てもらっても結局なんか好みみたいなところもあるじゃないですか。なんかそいろんなこと言われちゃっても、かえってこう統一感なくなっちゃったりとかって、 結構逆効果だったりするところもあって、ね。なので、割と限った人に見せてコメントをもらってました。ねはい、だから、あの、わ、私が、あの、初年度何もわかんないまま学習必勝講座で行った、あの、こういう思考型のタイプの方は、あの、少人数に見てもらって自分の頭で掘り下げた方がいいっていうのは、もうここで証明されちゃったでしょ、実例がね。うん まあ皆さん、あの、私の敬願も、あの、ある程度注目してください。はい、ゲストがいる前で自分の自慢をしてもしょうがないので、えー、大事な。大事な、<laughs> あの、じゃあもう、あの、私が、あの、勝手に例に使って、じゃあ自分も出ますよと言ってくれた、あの、自、自信のある、あの、後半戦の話に、じゃあ、いざ行こうか。 あの、まあ失礼な、失礼な話だけど、あの、この方、その、まあ、あの、こうやってね、ちゃんと計算してたとはいえ、やはり、あの、業績っていうのはちょっと勝負的には、あの、少し足りなかったところがあって、じゃあ、その、業績勝負じゃないところでどういうふうに、えっ、ー、と、研究遂行能力の自己分析と目指す研究者像を書いたのかっていう、まあ、本日のメインエベンダーに参りましょうか。じゃあ、ね、まずあなたはその、あの、様式を見たときに、あそこをどういう感じの欄というか位置づけとして、えー、意識して書かれました あそこは、まあ、そのさっきの話ともつながるんですけど、そう、なんで、その、クエスチョンを、そスモールクエスチョン、ああのビッグクエスチョンにつながる重要,重要性があるにもかかわらず、あと2、3年で解ける程度の一人が、そのスモールクエスチョンを、なんであなたは解けるんですかっていうのを、てか本当にあなた、いや、できるんですかこんなこと。っていうのを、 証明するというか、主張するというか、エビデンスを持たせる。で、なるほど。だったら、あなたに3年間、あの、投資したいなって思わせるパートだと思ってました。まあ、そうだよね。だって、あの、まあ、学習 DC なら、もう、あの、ね、その診察とかする人からしたらただのガキだし、あの、PD もまだひよっこっていうような奴らが、本当にそれできるんかいっていうのを、ある意味、その、 前半の計画とともに資金責任かけるのが後半のビジョンって言ったところっていう、そういうイメージでいいかな。はい、そうです。その、そこが私なら、ちゃんとこれを、この計画は実行可能なものなんです。実行可能なものなんです。お金さえくれればって書くところだと思ってました。うん いや、いや、ま、まさにあの、今笑いながら言ってるけど、それ、それはそうで、あの、金くれてもできねえような計画書くのもダメだし、じゃあ金、できる計画ってでも金くれてもできねえ人間っていう判断されるのもダメだから、その、やっぱりそれができる人間ですっていうのが、あの、後半のそこで証明することだよね。そうです。そう。うん、3年間私に金払ってくれたらこんなことできるんだよっていう申請書じゃないですか、だって。うん、そうそうそう。<laughs> だって、まあまあまあ、まさに学信なんてさ、だから可見費の書類とかとまさに違うのが、あの、もはや違いを打ち出したと言えるのが、その、なんだ、そう、じ、自分の、その遂行能力的なね、そういう部分の話であって、あそこがかなり欄も大きくて、ね、しっかりと書かせるっていうことは、その、いつも未来思考とか現実とか、未来思考とかそういうふうに言ってるけど、あの、ね、内容勝負の、まさに権げっていうような感じだよね。 いや、ほぼ分量同じになりましたもんね。なったね。うん、だって、PD にあれできたもんね。気に,気になってるのが、<laughs> うん、あの、だそれこそ、中立、ね、なんかその、分量に中立が比例するものなのかどうかはわからないですけど、うん そうなんだとしたらかなりの改革だなっていうのはすごい思います。まあ、そうね。枠がなくなっただけじゃなくてで、D、PD が DC にすり寄ってったって俺は表現してるけど、あのあ、今までその DC で1ページ書かせた研究者像とかその辺のものを、なんだ、あの、遂行能力の自己分析って業績と合わさったとはいえ、それと合わせて3ページも書かせるもんね。 だから、本当に業績しか意識してなかったやつで、その自,自分の内面を見てなかったやつは、あそこすげえ、あの、まあ、かわいそうはかわいそうだけど、変更の後苦労してると思うんだわ。しかも、その前半のこれまでやってきた研究っていう欄がなくなったじゃないですか。うん、だから、そのこれまでやってきたな、あの研究を、あそこに書くしかなくなったんですよ。うん だって、まさに、あの、その、だから、これまでやってきた研究というか、その、過去の、その、から自分につながるっていうところを、その、まあ、その、いわゆる研究計画のところの先行研究に入れるか、その、ね、遂行能力に、まあ、だから分けて入れるかっていうふうになったよね。だから、はい、その、これまでやってきた研究が、あの、なんつうの、その、ただの先行研究じゃなくてい、いかに自分の中でどういう位置づけになってるかっていうのを評価できてるかどうかっていうのが、 まあ、ある意味ね、一番でかい変更点なのかなうん、確かにそうだと思います。だから、その、でも別にその業績がたくさんある人は、それが別に無駄になるわけではなくて、うん、こういう、例えばこんだけ業績を上げてきた自分だから、たった3年間でもそういう、そういう業績をたくさん上げれますっていうふうに別に言うことだってできるし、うん、あの、具体、一つを具体的に取り上げて、これを達成した、例えば自分はこういうモデルを開発した経験があるから、こういう、あの,この、誰も解けなかった新しいモデルを作れるんですとか、 そういう話とかを、なんか、だからその、単にその数じゃないっていうのはそういうところだと思っていて、うん、なんかそれがどういう自分の血肉となっているのかを言語化できる能力。そうねこの。この血肉っていうのがある意味すげえキーワードかもしれなくて、そこで言うとさ、あのその過去の研究だけじゃなくて、あなたはさ、もう結構ないろんなバックグラウンドを書いてたじゃない。 あの、オリンピックだ、あ10分のその、公演だた、態度って、この、あの、あなたは、あの、運動、結構ガチな運動部もやってたから、それとかさ、うん、いろいろ、あの、もう、いろんなものまで書いてたじゃない。それを、あの、あんだけしっかりと書いたのも、まあ、すごく聞いたと思うんだけど、それは、あの、あなたはどういうふうに結びつけていったか、ちょっとあの、まあ、あの、申請書を全部読ませる時間もないから、ちょっとだけ皆さんにアドバイスしてほしいんですよ。過去の自分をどう結びつけていったか。<laughs> そうですね。多分私の申請書の強みは、とにかくその後半の自己分析のところと、うん、その前半の研究計画が、むちゃくちゃその一本のストーリーになってるっていうところだと思っていて、うんうん、えっと、まあ、ざっくりそのどんな内容を出したかっていうと、<お>まあ私は今まで、その学生時代、その火星がいかにハビタブルだったか、 まあ、ハビダブルっていじるとあ昔はこう水があるかどうかってやってきたけど、もう化学的なこととかも大事だよね。そういうのってどれくらい生命の環境に近かったんだろうみたいな研究をやってました。青で示してやで、あの、それと、あの、今後は生命の進あの、えっ、ー、と、生物というか、生物の部品ですね。あの、RNA とかそういうのを使ったあの実験を、進化実験をやって、 まあその生物の成り立ちを調べますっていう、一見関係ない研究ですけど、まあそれを結びつける研究をしますと、まあその、要はその生命が生きるかもしれない環境っていうのと、でもそこでどうやって生命ができたかっていうのは、を結びなんかそのバラバラに考えるのは、なんか、なんていうかそうか、今まではその分野違う分野でやってたから、地球惑星科学、地学と生物って違う学科でやったんで、全然結びつく研究はあんまりなかったんだけど、それをやりますと。 いう、まあ、そのビッグピクチャーの中での、まあ、その結びつけるっていうところが画期的なんですよっていう位置づけのもと、まあ、どういうことをやるかっていうのを書いて。で、そんな、えっ、ー、と、まあ、まず、そのなんか一個私が、だからその、これ、こいつできんかなって思われる点として、まずその、今まで学生時代にやってきたわけでない、生物学の実験をやるという新しいことは、こいつできるのかというのが、えっ、ー、と、 まあ思われるところかなと思いました。なので、まあその、まあそうだな。ま,あ、まずその、まあ元となる、その結びつける元となる、ちゃんとその、えっと、えっと、環境、えっと、ハビタブルな環境、惑星の爆学的な環境っていうのを研究してきましたよっていう、ある意味実績と対応する部分です。そこをまずやってきたっていう、 ことに加えて、新しいことでちゃんと実績を上げてきた経験がありますよっていうところで、まあ、プラス、ま生物学の知識のバックグラウンドがあるんですっていうので、生物オリンピックを出したり、あの、あその部活の話をしたりっていうのを入れました。うん、そうね。アウトリーチはまさにあの、10分だもんね。あ、そうですね。で、プラス、この、だからそれがまずその、 あの、と、結びつける研究があなたはできるんですかっていうのが、この最初の二つ、この強みとして書いた最初の丸二つ。で、うん、後半のこの丸二つは、実はその後の目指す研究者像と対応しています。そうかそうか。はい。あの、目指す研究者像は、その、二つの分野で実績を上げて、その結びつけた新しいこう融合研究を促進できる研究者として、 あの活躍したいです。でしかもその、まあ、融合研究で、その、開拓された、まあ、新しい分かったことを、その社会と共有できるあの研究者になりたいです、みたいなことを書いてるんですね、後半。うんうん、で、まあ、それを目指すというか、それを、うんと、なんだ、その素質がいかにあるかっていうのを、この後半の丸二つで書きました。 そうね。だから、視聴者の皆さん、私がこの後あげる、あの、今年もあげるけど、チェックシートで、あの、この、これ対比してごらん。見事にそのチェックシートのように、ここがここに結びつけてっていうのを、まあ、多分、ほぼ全て、あの、網羅できてるはずだから。だから、こういう、あの、のが、俺の言ってる、その、何、こ、こことここが結びつく、ここを繋がっていく、一連のな、一本の流れにしろっていうのの、 まあ、一つの、あの、俺のソースにもなってるわけね。うんうん、で、まあ、それに基づいて、あんたのも、あの、見たら、割といい感じで、あの、いけてたから、あの、やっぱ、その、ね、もう、申し訳ない。まあ、なんとも言うけど、業績の、あの、大丈夫です。大丈夫です。大丈です。あの、具体的に言いましょう。うん、あの、えっと、主張論文、主張国際論文、一本。日本語の論文が、まあ、もう一本。 以上、うん、論文に関しては。あの、国際学会とかいっぱい書いた。うん、国際学会で正直を埋めた。あとなんかあの、えっ、ー、と、あの、奨学金の返還免除とかのそういうのも書いた。そうそう。あの、割とあの辺は、あの、なんだ、その、業績に頼らないと言いつつも、ある程度欄は埋めておかねえとなっていう考えが透けて見えるような感じはしてた。<laughs> あでもそれ、ちゃんとこの本文の中で引用してるんですよ、私全部。うん まあまあまあ、わ<の>かってるよ。だから、あの、わわ悪いなって言ってねえじゃん。<laughs> あの、そ、そ、あの、す、すげえ、すげえな、こいつはなっていうふうに、あの、後半を見るにつれて思った申請書だったのよ。他の人に比べて。そうなんですよね。なんか、なんか、やっぱり、だからただ羅列すんじゃいけないってその書いてあると思うんですよ、その説明文に。うんうん、なので、私、その、奨学金とかも、まあ、なんで入れたかっていうと、あの、就労の内容が無部位になってなかったんですよ、リジェクトされて。うん なので、収論でちゃんとすごいことをやったんだぞっていうのを書くほどのでも分量もないわけですよ。うん、その、こういうことをやって、こういうモデルをこういうふうにやって、こういう成果を上げたとかっていう欄ではないわけですよ。つまりあの欄は。なので、もうしょうがないんで、その、あの、収論がなんかそのモデルと実験と組み合わせましたという内容だったんですけど、その、うん、なんかそのモデルと実験を一人でやったっていうことが評価を受けて、えっ、ー、と、免除のその採用を受けた。 去業績まる丸何っていう書き方をしたんですね。いやもう考えてるな。とにかく引用できるように書けるも、<laughs> まずリストを全部引用できるようにストーリーを組んだってところは正直あります。うん、逆算うん。いや、あの、これ一つ本当に書き方参考になるもので、あの、逆に言うとその自分の今までやってきたそれの、あの、うまいこと引用できるように、あの、なんだ、前半のストーリーを組んでみるっていうのも、あの、一つの、まあ、作戦という意味では、あの、特に業績がふんだんにある方じゃない方は、 めちゃめちゃ有効かもわかんないね。これあの、私さっきあの、言っていいって言って、今日かったんですけど、昨日ちょっとあの、相談に乗った、あの、同じ研究室にいる人で、あの、今、その、生、えっと、まあ、化学っていうか生物、生体分子使ったでも化学実験っぽいことやってる。生命の起源よりの研究をやってる方が。ね、でも実は、その、一回しゃ、えっと、修士を出た後、就職して、で、あの、ドクターに戻ってきた方。で、修士の時までは、その、ロボティクスをやってた。 いったんなさいね。であのロ,ボットあのロボットを作る。ロボ,ロボットを作る。で、そのロボットを作ってた経験で、実験をこう、あの、要は、自動化あの、手作業でやるのは大変な実験を繰り返しとかだったら自動化できるって言って、こう自動化してみたら、あんまりうまくいか,いかなかった。その予備実験が手でやった方が、かえってうまくいったみたいな。だから、その申請書を書くのに、そのロボティクスをやってきた経験、活かせないなって、 言ってたんですよ。うん、私、それ聞いて、え、だったら、その、なんか、なんだろう、あの、着眼に至った理由みたいなのあるじゃないですか。ある,ある。あそこに、やっぱ自分はそのロボティクスでやってたから、その、なんかそれ試したけどうまくいかなかったので、こう逆になんか、手作業でやる重要性に気づいたって書いた上で、なんか最初それで、ね、あその、ロボティクスをなんか入れない予定だったみたいなんですけど、 その計画さ、って言って、あの、まあ、その原理とか実験でやって、その手作業の実験で、多分手作業で大変だけど、それでこう、どういうふうにやったら実験がうまくいくとか、原理とかが分かってきたら、最終的に、ロボティクスに、なんかロボット化、自動化できるっていうシナリオにできないって聞いたら、確かにそういう、若干そういう見込みがあったら、計画があったらしくて、<う>え、だったら、その、この実験、その2年間とかの、その、 手作業の実験をやることによって初めて私のバックグラウンドでやれるロボティクスがめちゃくちゃ活かせるんですって流れにしたらめっちゃ面白くないですかって言ったら、学新書くの楽しくなってきたって言われました。あんた、あんたすげえな。もう、もう、もう今年その、あの、活かして検索、検索側、あの、なんだ、いいアドバイザーになってんじゃん。いや、なんか私はそれなんかすごい言ってて楽しくなっちゃって。うん いや、まあ、まあ、あなたがそういう、だんだん自分の、あの、思いついたストーリーを、あの、いあの、う,うまくハマればハマるほど楽しくなって、どんどんそういうのあの、言う、なんだ、あの、喋るのは楽しくなってる、喋るというか、そのね、アドバイスというかね、わかんないけど、添削というか、わかんないけど、うん。あなたも、まあ、楽しくなってるだろうけど、でも、あの、その、その人も、あの、なんだ、その、書くのが面白いって、だって、やっぱりさ、あの、 年食った人間ならともかく若手の研究なんか何度も言ってるけど大風呂式広げた夢じゃない。まあ一応それ回収できるっていうあの証明をしたりするとはいえさ。うん、それがあの面白くなったっていうのはまさに大事なことだよね。なんかそう、なんか聞いたのがやっぱその大風呂式をなんかどれだけ広げていいものかっていうところに悩んでる人が結構いるなっていう印象を受けて、ああそ,のそんなのだ達成できないって思われちゃうんじゃないかなみたいな。うん なんか、いや、それ違うんじゃないかなって思う。その、大風呂式の、いかに、その、うん、大風呂式に、だから、もちろん達成できないけど、繋がるかっていうところをむしろ、なんか、書かないと、ね、だってその、見る人は、ま、少なくともその、大風呂式ぐらいにしか興味を持ってもらえないじゃないですか、きっと。あの、見てる人間の、ーあの、AI が判断するんじゃない以上、見てる人間の興味引くのがその、風呂式なんだよな。<laughs> そ,うそうです、そうです。で、その,の、広げてる手が、回収してる手が、ね、あの、うん、俺たちなんだよな。<laughs> でその大風呂式の方が、そう、絶対こう、なんか、こう、受けれる要領多いやん、みたいな。<laughs> まあまあまあ。いやい、言ってる意味は本当にその通りで、あの、審査員に興味を失わせたら終わりなのよ、あの、この、学進つうのはね。うん。 いやー本当によくわかってんな。うん、いや、別にあの、俺の考えに賛同してくれる人を引っ張ってきたわけではないからね。<laughs> 一応、一応あの、それはあの言わせていただきます。本当にあの、この、この方の方が参考になると思って、あの、引っ張ってきたって感じ。ちょっとまだ、一旦、一旦さ、あの、共有を閉じてもらていいそうですね。うん ってな感じでごめんなさい。じゃあ、あの、ちょっと、第一部の、あの、最後あたりで、じゃあ実際、あの、まあ、ああの、こんだけ偉そうなこと言ってるこの私ですけど、私の添削は、あの、ま、あどんな、ぶっちゃけどんな感じというか、どういう感じでやってもらってどう役に立ったかっていうのを、あの、まあ、褒めるでもけなすでもいいのでやってもらえると、最後、あの、で、視聴者の皆様の、あの、ご参考。 まあ、およびその添削する側のね、今すごいいいこと言ってくれたけど、添削見る側の参考にもなると思うので、ちょっと、あの、受けた側から、あ感想をお願いできると幸いです。そうですね。なんか、やっぱり、多分結構、多分見てもらったやつから最終テスト版めちゃくちゃ変わったと思ってるんですけど、うん、最初に見せたやつは、だから、あ、こんなになんかそのストーリー、なんか自分の中ではストーリーあるけど、こんなに伝わらないものなんだなっていうのが、やっぱり見ていただいた時の、 感想でした、うんうん。やっぱり、まあなんかその用語は例えば、統一確かにされてなかったなとか、うんと、そう論理が、この順番だと、あなるほど分かりにくいんだなとか、あと意外とその手順、実験手順とかも、あ、生物の人に読んでもらっても、あその、なんか、例えばそのい、ね、生き物を触るのか当たりはだと思ってる人にとっては、その生きてない分子を扱う実験がそんなにそうなんていうか、だから、 何をやろうとしてるのか、やっぱり分かりにくいものなのかとか、うん、やっぱりその、自分としてはその、やっぱストーリーもともと別にできてたし、それを表現できたつもりでいたけど、こんなに伝わってないんだな、とか、いうのをすごく気づきは大きくて、だからやっぱり、うん、他の人の目が入るって絶対大事だなっていうのはすごく思った印象があって、当時のその添削させてもらったやつが探せたら絶対あるんだよな、それ見返しとけばよかったです、私。 <で>はい。<と>ってなわけでね。ちょっと、あの、ごめんなさい。少し、あの、個人的に、あの、い話を、ミーティング、ミーティングとか打ち合わせをしたんですが、まあ、要するに、その、まあ、ね、異分野の、異分野とは言いつつも、その関わる分野の、ちょっと違う分、ね、生物側から俺が見たっていう感じの、に、えー、したっていう感じでね。ちょっとその、さっきの話の前に一つだけど、俺のあの、日本語というか、その語学的な添削についてはどうだった結構俺、そのあたりがね、割と厳しく見るタイプなんだけど。あ、確かになんかすごい、 うん。あ、なんか、表現、ありましたね。え、やっぱでも、見、うん、前の、くらげさんにもらったやつ。あの割とあ、割とあの大きくいろ,んいろんなものを、あの、なんか、ここ文章仮定ぞ、みたいな感じで。あ、あ<の>そうそうそう、うん、なんか、そう、文章のニュアンスに、を、うん、だから言ってくれたの多分、くらげ先輩だけでした、多分。ああ いやあ、あそこはね、結構自信作というか、私はね、あの、人にできないことをやるとしたらそこなのよ。あの、英語できないけど、日本語は鬼のように私結構厳しいので、<laughs> <laughs> あの、ニュアンスとか伝わらないとか、ここ、ここおかしい。あと文章がここは硬すぎるとか、ここもうちょっとこうかけっていうのはね、割と自信があるのよ。あ、そうそうだ、結構そう、なんか、あの、そうですね。あ、そう、キーワードの、なんかそここでガッチリ理解してとか、そう、 うんと、そうですね。ああ、そう、英語の直訳みたいなぎこちない日本語になっているって言われて。な、な、なんかね、あの、ちょっと、ちょっとその、まあ、後半はすげえ読みやすかったんだけど、前半ね、なんか若干意識しすぎなのかなっていうような文章、文語というかね、口語じゃない感じよっていうような、ちょっとそういうとこが見受けられたんで、割とそこ厳しめに見たのよね。 うん、いや、今、今となってはちょっとあのね、あの、恥ずかしいあの、黒歴史かもしれないで、掘り返してもらってて申し訳ないんだけど、<laughs> まあでも、いやいやあ,あの、割とそういうあたりをしっかりと私は、あの、見させてもらったっていう感じ。今も他の人もか変わりないんだけど。うん、あの、接続詞の使い方をよく考えてとかって言われて、うん、確かに、なんからその論理、そのストーリーを伝えるためには、それめちゃくちゃ大事だなっていうのはすごいめちゃくちゃ見直しました。そのこう、ここは全く一方でではないはずって言われて、うん、私はなんかそう、 一方でっていうのは、なんか、なんか、ところでぐらいのニュー、なんかニュアンスで使ってたんですよ。ああ、うん。まあ、<な>まあいや、あの,の,の、わかるね。いろんな人が、あの、結構その接続値に関しては、雑に使う傾向にある。あの、だから、過剰書きの違うポチに行くよんぐらいのテンションで、あ,あ,ね、あの、一方でって使ってちゃ、使っちゃってたんですけど、うん 確かに、だから一方でってきたら、さっきとは逆、なんかその、や、逆矢印で出てくるようなことじゃないとおかしいんだなっていの。そうね。あのと。ウーみたいなニュアンスで使うことが多いよね。で、うん、俺は、うんうん、俺は思っている。一方で。うん、うん、なんかそれを、そ誰が読んでもそういう意味に取れる文章じゃないといけないっていうことを考えたら、そこだわらなきゃいけないなっていうのはすごく。 思いました。同じことを私昨日後輩に言いました。クラゲさんに言われてるのを全然忘れて、後輩、ここ一方じゃなくないって昨日言いました、私。 やべえ。あの、人の、人の、人のそういうのに影響を与えてしまったぞ、俺は。<laughs> いや、でもすごく、すごく、あの、それは、あの、よく吸収してくれてるっていうことであって、なおかつ、俺のアドバイスも、あのね、やぶさがではなかったっていうことだから、よかったっていう感じですね。うん、いや、あの、こう、こういう感じで結構、私はあ、割と人の、なんか内容、半分内容なんだけど、半分、その伝わる日本語的なところを添削しているっていうのが、まあ、自分の自信の思ってるところなんですわ。 そうですね。あの、国際生物学オリンピック、銀賞を銀メダルに直されてますね。ああ、まあそうね。あの、賞、賞、賞よりは、そっちのあそこね、インパクトあるよねっていう話で、ね。<laughs> まあ、なんかさ、あの、銀、銀賞っていうより、なんか銀メダルって言った方がさ、あの、実際あれは、あの、上位の、あの、パーセントだから、二人、二番目ではないんだけど、でも銀メダルって書くと、なんか、あの、その、インパクト的に強えだろっていう、それはもう俺の、ただの見え。うん。 まあ、そういうあたりで大小をいろいろ直したよな。うん、まあそれも、あの次のコーナーで、その会ができれば、あねえー、そうできるなと思ってるよ。 あと、でもなんか、やっぱ、ここは、ここは良いとかっていうの書いてあるのが、なんかその自分がパールマレットも、そのの研究室の選定理論のところに書いてるのが素晴らしいとかって書いてくれたのはめちゃくちゃ嬉しかったです。あ,あの,、うんあのそ、あの、俺の、俺の、あのね、あの、本気の添削であ、まあ、俺ツイッターにも書いたけどさ、あの、レポートでもさ、ダメな点だけ指摘,指摘すると本当に、俺自身がダメな点だけ指摘されたレポートやテストで心折れてきた人間だから、あの、多少はね、褒めるとこは、あの、ね、いいとこ オーメレートっていうようよなあとやっぱさすが倉敬先輩だって思ったのは、ま、その学習必勝講座をやられてるという意味でですねこれはその自己分析の内容なんじゃないとか,なんかそういうなんかそのここじゃなくなんかその自己分析の欄とかぶってるからここではくどいとかそういうコメントももらってたのでいやそうなんか確かになんかその最初からパーって書くと重複してたりとか。 まあ、けあると、ありがちだと思うんですよ。なんかそういうのをバランスとか確かに、もうちょっと練、ね、り直そうとかってなりましたね。そうなんだよな。楽しくなって一気に書いた時の落とし穴がそれで、割と内容被ってんだよ。よく見返すと。だから楽しくなって書いた後、冷徹に見返さないといけないっていう結構難しい作業なんだよね、あれ。 いや、いやよ、よくは、よく、でも、それ、よくわかってるよ。あの、いや、お俺がじゃなくて、あなたもそのそ、そういう意図だっていうのをよくわかってくれたよって話でその後、まあまあ、その、ビフォーアフターも、あのコ、コーナーできれば楽しみだよねっていう感じだから。<laughs> だって、じゃあ、あの、まあ、あもうそろそろちょっとあの、インタビュー自体で、長編、超長編動画になってしまう。もうなってるけど。あの、なっちま、いやいやいやい,いのいいの。あの、なっちゃうけど、<laughs> じゃあ最後になんかそのあ、あなたもなんか言いたいことがあるっていうか、そうです,うですね。最後にじゃあ、そのあなたの言いたいことも含めて、学診の、ね、これから応募する皆さんに、まあ、あいくらでもいいからあ、あの、アドバイスを、とメッセージを送ってやってほしいんだわ。はい。あの、そう、最初になんかそう、位置づけて、その大目標の中の注目標の中の小目標 っていう話ですよねっていう話、えっと、ことを言ってました。で、それって、なんかその分野,分野、学術分野っていう、まあ、ある意味その空間的な広がりの中での位置づけだと思っていて、で、実はこの新しく様式になった申請書は、最初、研究分野での位置づけから始まって、最後がキャリア内での位置づけに終わるわけですよ。うん、キャリア内での位置づけっていうのは、その自分がの人生でのその時間軸の中での位置づけじゃないですか。うん なんかその空間、それからその時間っていう中で、今自分が立ち向かっていること、立ち向かおうとしてることって、なんか、ちゃんと、分野が成し遂げたいこと、それから自分が成し遂げたいことに、なんかちゃんと繋がってるかなって、やっぱりそれこそ今年学位を取らなきゃとか、その来週のセミナーまでにデータ取らなきゃとかって思ってたら、 こう、もうこれをやらなきゃ、これをやらなきゃって、すごい、こう、禁止眼的になっちゃうと思うんですよ、どうしても。うん、なんかそれを、なんかちゃんと、まあ要はその自分が目指してる山の頂点に、今この一歩はちゃんと標高高い側に、もしかしたら今その山道で途中下り道だったりするじゃないですか、そういう下り道かもしれないけど、ちゃんと頂上には向かってるよねって、なんか改めて考えれるきっかけに、多分その、 学生の書類を書くこと、位置づけを考えることっていうのはすごくなるなって思ってて、なんかちゃん、私、その、この申請書を書いてたとき、ドクターに向けたデータとか、ののロ論でどういう結論にまとめようとかっていうのは、すっごく、 固まってなくて、もうあまりに固まってなくて、本当に今年卒業できるのか、全然わからないし、できないんじゃないかなってぐらいに思ってたんですよ。だからなんか今こんなに学習に時間割いてて、なんかそれでドクター取れなかったらバカみたいだぞって思ってたんですけど、でもそれでも、まあその今やってる、まあそのこれぐらいの瓶の中で、 泥水をいっぱい煮込む実験をやってたんですけど、なんかそれってのはすごい泥臭いし、これのどこが私がやりたい生命の起源につながるねんだよってと思うそれをめっちゃ思ってたんですけど、うん、いや、ちゃんと、その、この計画を立ててる生物の実験を、私がこの泥煮込んできたから、このテーマ思いついたぞって思えた時にあ、私がやってきたこと間違ってなかったんだなって、実験頑張ろうって風にすごく思えたんですね。 なんか私がその地球科学で勉強してきた、化粧性科学でやってき、あの、まずここは自分が得意だなって思ってきたことが、なんかちゃんと生物の人にも面白いと思ってもらえるんだなって、受け入れ先の先生、生物の先生と話して面白いと思ってもらえるんだって、いうふうに気づけたりとか、うん、なんかそしたらもうちょっとそれを活かして、その、研究、もっと面白い、その融合研究みたいなのを、 自分で作っていけるのかもしれないってすごく、うんと、なんか今目の前のことがより面白く感じれるようになったんですね。その位置づけっていうのをすごく考えたことで。だから、なんか私は学生、学習正直出し、書き、書いて提出したその瞬間に、なんかもう得たものが多すぎて、全然取らなくても全然、なんか、 満足かも、みたいな半分思ってました。まあ半分は通ってくれって思ったんですけど。<laughs> でもなんかそれぐらいやっぱりその全力投球する価値があるものだと思います。その、いや、位置づけってなんやねん、キャリア内目指す研究者と言われてもとか思うかもしれないけど、あえてそれを時間をかけて、ある程度時間をとって考えることはその今やってる研究にすごくつながるモチベーションとか、例えばその、 実験で思ってないデータが出ちゃって、もうやめたいぞとか、もう論文リ、なんか、あの、すごい厳しいレビューが返ってきて、もう嫌だとかなった時に、いや、でもって支えれるものになってくる。ててるね、なんかその、なってくるんじゃないかなって思うから、すごい全力投球する価値があると思います。まあ、本当に今、今、あの、学習、うん、あの、ね、応募で、なんかその、多分そろそろ疲れてきた時期だと思うんだけど、あの、今の話を皆さんちょっと頭に置いといていただきたい。あの、 要するに、じゃあ書いてきて、それでね、まあ彼女は通ったにせよ、けど、それでね、例えば今年不採用になったら無駄なのかと言いやそんなことは1ミリもなくて、あの、勝ち得負け得っていうふうに言ってるけど、それはやっぱり自分のさ、あの、研究の、学信というものがあえて意識させてくれているとでも言おうか、そこまで考えてるのかは分かんないけど、学信側が、それ、そう失礼なことは言わないようにね。<laughs> あの、まあ、あの、その人生の中の、あの、研究の中のね、一節であって、人生、自分の人生の中の一節で そこを合流させるっていう意味の、まあ、考え直すというかなあの改めて意識させるっていう意味でも学習書くっていうのがすごく、ねまあ、大事というかあるる意味頭の整理になるんだよねなんか私や桑げさんが言ってもいやなんか通ったからでしょ生存者バイアスとか思っちゃうかもしれないんですけどでも実際その通知合格の通知が9月より前までもう本当にの研究のモチベーションに本当に繋がったっていうのは本当に実感があるので。あの 疑わないでください。はい、えー非常。非常に、あの、ねよ、用意周到になんか言ってますけど、<laughs> まあまあ、まあまあ、でも、あの、本当にあ、ね、もう、かけがえのね、アドバイスになったと思いますよ。だってで、で、あなたもそういうことを更新に、ね、そう、そういったような内容まで含めて伝えてはいるんでしょうん。まあまあ、どんどん伝えてやってくれっていう感じだ。うん、で、俺の YouTube チャンネルがそれの一条になれば幸いだということだ。これを見てる方には、思いっきり伝わっただろう。 もう、あの、ま面のん意味ですけど、あのね、え、こう、これ、これ伝えたかったことやっぱり。そうか、そうか。いや、よかった。いや、あの、それ、それを、あのね、ツイッターでも結構熱烈に入ってたから、じゃあもしかしてこっちでも伝えてくれるんじゃねえかっていうさ。<laughs> あの、いや、いや、でも本当に、あの、今、お、俺自身も、あの、改めて納得させられるぐらいの、ね、あ、俺自身が圧倒されるぐらいのこと言ってたからね。うん いやー、素晴らしい。じゃあ、あのー、まあ、あ見てる方にも、あのー、ね、見てる方も元気になれたと。 思うので。じゃあ、第1部は、この辺で終幕にしましょうか。で、はい、えっと、ごめんなさい。第2部は、ちょっとあの、いつになるか分からず、今年度になるか、ちょっとその、来年度に向けてになってしまうかは申し訳ないが、えー、第2部を予定してます。で、第2部は、えっ、ー、と、まあ、だからこれ許可が出ればっていう話はそこなんだけど、えっ、ー、と、彼女のね、えっ、ー、と、まあ、私が添削したっていう、どんだけ、なんかあの、ね、さっき、厳しく優しく添削したみたいなことは言ってたけど、じゃあ、その添削によって、どういう、ね、まあ、あどう改善された、どう 劇的に上がったかっていうような実例を示しつつ、まあ、検索される側もする側もおな、ね、参考になるようなね、ちょっとおーコーナーを目指してますので、えー、それもお、まあ、上がったら、ぜひ見ていただければ幸い。じゃあ、まあ、あ一旦あの第1部、終幕なんで、えー、本当に野田、今日はありがとうございましたありがとうございました。じゃあ視聴者の皆さんもここで、えー、一旦失礼いたします